吉川博義は、江戸時代前期の巣王国岩国領三代領主。元七年七月六日、第二代領主、吉川博正の長男として、萩に生まれる。寛永元年に、承認として、江戸に登り、寛永七年に、将軍、徳川家光に、おまみした。同年、弟の千和歌が承認となり、帰国した。寛永十一年に、萩で元服し、 後継と名乗った。商法2年4月には改名して、広みを名乗る。漢文3年8月28日、父の隠居により、家督を継ぐ。生来病弱であったため京都で療養し、諸学と教風を身につけ、かの丹優等とも交流があり、後年の近代教科教にもつながる人脈を構築した。 領主としての知石は、瀬戸内園が2000丁部を干拓し工地を拡大したこと、両札を発行したことがある。最大の知石は、遠方元年、同2年と、連年に四季川に河橋工事を行い、現在の形の近太橋を河橋したことである。特に遠方2年の河橋工事は緻密を極め、橋は、以後、第二次世界大戦後に、木地や台風で崩壊。 流出するまで一度も流出しなかった。遠方7年8月16日に死去した。去年59、長男、弘木が後を継いだ。ありがとうございます。